机の上にさ、乙女シルクが横になってるからあんま近くに寄れない。こんばんは、こんばんは。ハト、ピンクのたい焼き、寒天、サイリウム、ありがとうございます。暑い、本当に暑い。マスクしてるから余計にかな。ハート、ジジイ、小判、だるま、ハート、ありがとうございます。今日はちょっと15分で終わりにします。って言ってももう15分経った頃には12時ちょい前だよね。15分できるか、結局12時までやるかはその時次第です。暑い、もう冷房つけなきゃ。冷房じゃなくてもドライ、除湿。あとお疲れ、ファイト、ありがとうございます。じゃ今日はね、お家でそう踊ってて、練習とんでもなく暑くてびっくりした。でさ、ふとあのコアクちゃんのケージの横にある温度計見たらびっくりした、高すぎて。30は行ってないんだけど、ほぼ30寄りだった。暑いよそりゃ。これはまずいと思ったよね、普通に。そりゃ乙女シルクもなんかいつも以上に床涼しそうな場所に横になってんなってなる。乙女シルクも今ね、このこのテーブルね、ちょっと冷たいらしくて2匹で横になってる。涼しそう。でもさ、ペット用、犬猫用のさ、なんかひんやりするマットみたいなのがあるんですけど、それ前買ってたのかな確か。で猫たちにあげてもね、使わないの。そうなの、使ってくれる犬猫もちろんいるんだけど、うちの子は全然使ってくれないので、そうだから使わないの、使えない。だからもう部屋の中を普通に涼しくするのが手っ取り早いって一番。人間も涼しくなるし。ハート、ありがとうございます。暑すぎ。本当に暑い、汗が見えないよね。よかった。ハート、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。え、こっちは31度でした。だってやば、30度超えたらもう夏じゃない、梅雨じゃないよね。梅雨の時期って30度超える時あんまりなくない？去年も確か夏来るとき、その梅雨全然なかったんですよ。なんか1週間ぐらいでさ、終わらなかった。いつも行く真夏だった。今年もそうなりそうじゃない。ハート、ありがとうございます。あちあちな。暑いな。エアコンのフィルターを掃除しないとつけらんない。私にかかってるね。
ごめんね。掃除します。ハート、ありがとうございます。そう、まだ掃除してなかった。つけるときにしようっていう考えだった。私は今日掃除しただって、うわーしなきゃ。いや、お風呂入る前に今日しようかな。だってさ、今週末も、あさってか、土曜日は現地でトーク会、幕張の会場でお留守番だから、もしかしたらすごい暑いかもしれないので、3匹なんかさ、夏のトーク会イベント系って本当に怖いんだよね。いつもビクビクしながらさ家出てる。まあ、ペットホテルもありなんだけどね。ハート、ありがとうございます。土曜日30度予想、やば、これやばいわ。はい、夜は平気なんだよね。朝方から昼間にかけてが一番暑いんだよな。あ、こうしていく。痛いな。家で練習するときってさ、誰も見てないじゃん。乙女シルクぐらいしか見てないので。だからさ、あの画面オールバックになるぐらい の、 あの雑なポニーテールというかさ、髪を結んで練習してるのね。今日もそれだったからさ、髪の毛の跡のつき方がすごい。あ、でもなんか画面上見えないな。あんま分かんないね。すごいウェーブしてる。シュークちゃん、今なんか毛が見えた。シルクの、あ、見えた。こういうのが目に入ると痛いの。シルク。こんばんは、こんばんは。透明、かわいいね。今日も喋ってくれる。にゃーとは言わないお話これね。ありがとう。ハート、ありがとうございます。行っちゃった。音ね、配信から聞く乙女の声ってどんな声なんだろう。あんま聞いたことないからわかんないや。生で聞く声と一緒なのかな。ちょっとマシンしかわかんないよね、それは。今度実家帰った時、
ママに見せてもらおう。可愛い声してる。だよね。こんだけ生で聞いて可愛いんだから可愛いよね、うちの子。ハートオブ、ありがとうございます。たい焼き、なんだっけこれ、寒天、ありがとうございます。今日ね、くじプラの里川さんの生誕くじの発送するよみたいな、なんかメールが来た、楽しみ。って思ったから、みんなの元にも、あ、そろそろ今年のサーヤの生誕くじのグッズがいつ頃ぐらいに届くんだろうなみたいなのが分かったのかなと思って嬉しくなった。来た。一緒。里川さんの来た。自分のは一回引いたけど壁紙だけだったんで、自分のメールはさすがに来なかった。そう、重症登録だねのメールが来たね今日は。もしね、なんか変えてる人がいらっしゃったら忘れないように変更をお願いします。届かなかったら悲しいので。はい、たい焼きハートを噛んで、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。なんかさ、サンプルっていうかレビューっていうのかな、こんな感じのデザインで届きますよみたいなのを見せてもらったんですけど、あの乙女ステッカー可愛かった。まあ写真を自分がくり抜いて加工して送ってるからどんな感じのか分かるんだけど、いざ自分のいい賞だっけのステッカー一覧5種類だっけ4種類、1,2,3,4,4種類かを並べてみたときに一番可愛かった。あの私の1枚だけ公開してる4カットかの写真ステッカーは、あの大きさはちょっと分かんないんですけど、もし入るのならあの携帯裏に入れてほしいやつです。あとの1種類は生誕グッズの同じ絵柄なんですけど、まあそれも入れてほしい、携帯裏かサイリウムとかにも持ち手部分にでも貼ってくれたら嬉しい、かわいい。私推しだなってすぐ分かると思う。ハートバラジジ、ありがとうございます。本当ね、どうしたの。うん、父ちゃん、とめちゃん。ジジ、ありがとうございます。自分のサイリウムですぐ分かりそう。意外とね、サイリウムってみんな一緒のものだったりすることが多いよね。まあ、単色の専用サイリウムだったら分かるかもしれないけど、まあ、あとは中にシート入れてれば分かるか。サイリウム、ありがとうございます。今日で461日目、あっという間に500日来るんだろうな。いつぐらいだろう、6月下旬
もっと後か、7月下旬、わかんないや。どめ、なに、どうしたの。ハート、ありがとうございます。7月下旬あたりか。どめちゃん、こちらで、どうしたの、寂しいの、相当寂しいのか。でも抱っこは嫌だっていう。寝転がっちゃった床で。ハートありがとうございます。今日聞いてほしい、左目のまつげが束で抜けちゃったの。終わったと思った、普通に。はあ、かわいい、白く、スースー寝てる。え、15分経ったね。そうだ、あと7分で12時なんですけど、終わりにします。ちょっと考えたけど、掃除をします。今からエアコンのフィルター。私と乙女シルク琥珀ちゃんのためにね、シルク快適に寝ようね。今日早いよ、掃除、私やると決めたら。配信切るのはちょっと長引いちゃうけど、決めても。掃除だけは早いよ、得意かもしれない。特技かな、特技、趣味、断捨離、お掃除、草むしり。家政婦いけそう、私。いけそうじゃない。ハートありがとうございます。あと、しかも効率がいい、絶対に。宿って。でもこんなに動けるのは自分家だからなのかもしれないけどね。まあでもそれ大きいな、絶対そうだ。あ、でも汚れてたらでも掃除したくなるな、人ん家。自分家だけじゃないかも、今なら。昔は自分家だけだった。ハート、喋っちゃ終わりにします。ランキングを読みます。1位キヨさん、2位、間違えました、ごめんなさい、また3位読んじゃう、なんでだろう。1位鍋かず、2位とじくん、3位キヨさん、4位まゆかいじん、5位むつみ、6位セリ、7位キミちゃん、8位モリネン、9位ケパパ、10位ヨダ、11位ケイタ、12位ネコジタ、13位マッキー。ありがとうございました、皆さん。では私は今から掃除を頑張って、すぐ寝る準備をして明日も頑張ります。はい、みんなはゆっくり休んでください。ありがとうございました。
おやすみなさい。また明日ね。バイバイ。ありがとう、頑張って。バイバイ。